こんにちは。方程式チューバーです。今お見せしている三角関数の最小値の問題、2分で回答されてみてください。まず問題をお読みします。コサイン2シータマイナス2倍のサインシーターかっこ0。小なりイコールシーター小なり2。パイラジアンはシータイコールあの時最小値2を取る。2分で回答です。頑張ってください。では解説です。コサインにシータマイナス2倍のサインシーター。 この問題コサイン2シー,ターは実はコサインシーターの2乗マイナスサインシーターの2乗もしくは2倍のコサインシーターの2乗マイナス1もしくは1マイナス2倍のサインシーターの2乗どれかを使って形を変えていって計算をしてあげる後ろがマイナス2倍のサインシーターだからサインシーターが登場しているこちら1マイナス2倍のサインシーターの2乗で書き換えをしてあげましょうするとどうなるのかするとこのような形になりますよね 1-2倍の sinθ の2乗 -2 倍の sinθ こうべの順に直してあげてそして平方完成です。動かしますよ。こちらの -2 倍の sinθ の2乗 -2 倍の sinθ プラスの1マイナス -2 でこちらまでくくってあげてそして sinθ の前の係数1の半分の2乗を 足して引くということをやりましょう足したところまでがカッコの2ですつまりマイナス2カッコサインシータープラス2分の1トジの2乗プラス2分の3という形が平方完成されて出てきます少し動かしますね この後の考え方なんですけれども、実はこれ、y イコールここを x と考えてあげれば、y イコールマイナス2カッ x プラス2分の1のとじの2乗プラス2分の3、この形で考えるのと全く同じなんですね。ただ気をつけなければいけないのは sine θ となっていますから、実は sine θ ってマイナス1から1までの間、マイナス1小なりコール、s i n ー θ 小なりコール1なので、y イコール マイナス2括弧 x プラス2分の1の閉じの2乗プラス2分の3の場合も同様に x の範囲がマイナス1小なりコール x 小なりコール1で考えてあげればこの問題の解答スムーズに導き出せるのではないかなと思います当然 x がマイナス2分の1の時に最大値2分の3になってそして x が1の時に最小値マイナス3になることが分かりますからそれを想定してこちらのマイナス2カッコインシータプラス1分の1とじの2乗プラス2分の3の最小値を求めていきましょうすると最小値はサインシータが1のときつまり x が1のときですからサインシータが1のときこのときのシータって2分の π ラージアンですね で、値を求めていきましょう。問題は cos2θ-2 ーー倍の sinθ ーーでしたから、θ ーーを2分の π ラージャンにしてあげて計算です。マイナス3が出てきます。つまり答えですね。えー、答えは、θ ーーが2分の π ラージャンのとき、アが2分の π ラージャン。最小値、マイナス3、イがマイナス3になります。いかがだったでしょうかこちらで解説を終了します。お疲れ様でした。